境辺の氏は、境辺の、境辺の、境部を、氏の名とする氏族。境辺の氏については、教会の確定に当たった部と、その友の宮津子とする説が有力である。新先生氏六、摂津国公別によると、境辺の氏は、安倍阿村と同じく、大美子命の後なりとあり、陰病天皇よ、造流国境の印、元死生境辺の連という氏族名の由来が、 挙げられている。大和国鉱別には、境部種子についても、安倍阿尊同祖、大美子命の後なりと挙げられている。これら安倍氏の系譜につながる、鉱別の二つの市の他に、左京神別にある、栄部辺の宿根氏は、神命発生孫自倍族にの後なりとあり、右京神別にある、栄部辺の宿根氏は、このすそりの命発生孫自倍族にの後なりとある。 泉国津神別にも、このすそりの命七世孫よる朝頭を振る命の後なりとある。この仮名命と、このすそりの命は、兄弟神であり、前者は、尾張氏などと同根である。歴史上で活躍した境辺の氏としては、上記の左京神別に連なる境辺のスクネ氏が有名であるが、この他にも、蘇我氏の親族で、蘇我馬子の弟にあたる境辺のマリセや、 同族の境辺の言うまとものような阻氏系列の者も,のも存在した。こちらの姓は真である。これらの他に、古事記によると、水贅天皇の兄である、神谷やい耳の命の光栄で、王子、小さ小辺氏の縁石とする、境辺の連氏肝心系とする、境部主氏が存在する。日本初期、俗日本記によると、境辺の氏が活躍したのは7世紀以降の外交関係。 朝鮮半島への軍事関係の記事が目立っている。前述の坂井辺の優馬友は、白木政党の将軍であり、境井辺野宿根岩尾関、境井辺の連、曰くは、境井辺野宿根大板は、剣頭市に任命されている。このほか井辺の連役は、有馬の御子の辺に連座し、人心の乱では、大身軍として活躍しており、境井辺野宿根党は、 大法律領の選定に参加している。境辺の一族は、紀内と張馬国、三正家国、越前国に分布が見られる。ありがとうございます。